こんにちは、さくらあゆこです。後ろは東京の玄関口、東京駅。正面は皇居。私は今、東京の中心に立っています。新幹線で東京に来られたことのある福井の皆さんならおなじみの風景ですよね。そう、今回は千代田区と福井市のコラボ企画、時矢橋と福井のおいしいつながり。千代田区にある福井ゆかりの場所をご案内します。皇居はご存知の通り、かつては江戸城でした。江戸城にはいくつか城門が設けられていて、その一つがこちら、時矢橋門です。時矢橋門の前に橋があります。つい最近復元されたばかりの時矢橋です。綺麗な石橋ですね。いや、実は江戸時代は木の橋だったんですよ。そうなんですか。木橋だった当時はですね、後ろのところに炉の字柄の門がついていて、ちょうどここのところが防衛の拠点だったんですね。木の橋であったのが今度明治10年になってくると、新しい町づくりの中で火事に強い橋に直さなくちゃいけないという事情があったんですね。ですのでその時に石橋に架け替えました。東京都内では15ぐらい橋があったそうなんですけれども、唯一残っている橋がこの時矢橋なんです。平成23年に起こった東日本大震災では、実はこの枡形の石垣と石橋は被害を受けてしまったんです。修理工事をしてようやく完成することができました。単純に修理をするだけではなくてですね、復元することができたところが実はあるんですね。一つには甲羅の手すり柵、少し唐草をあしらった綺麗なモチーフになってますけども、これは実は浮世絵をもとに再現したものなんですね。それから水切り石というのが上流と下流両方についてますけれども、これも失われていなくなってしまっていたんですけれども、それを復元しています。すごく貴重な橋なんですね。そうですね。時矢橋を渡ると大手町プレイスがあります。実はこちらは福井と関わりのある建物なんですけど、ご存知ですか。日比谷図書文化館文化財事務室の篠原です。はじめまして。江戸時代、こちらには福井藩の上屋敷があった場所で、上屋敷というのは藩主やその家族が居住した場所なんですけれども、有名な方だと松平春嶽や、春嶽のそばで働いた橋本早苗ですね、他が当時はいたというふうに言われています。そうなんですね。初藩の藩主は国元と江戸をこう往復する参勤交代が定められていたんですけど、だいたい江戸から福井までは13日から14日ぐらいかかったというふうに言われていて、で藩主と一緒に武士がこう連れてきているんですけども、その武士たちは江戸に来て行動制限があったそうなんですけども、こう合間を見つけて芝居を見に行ったりとか、江戸の観光をしたりとかっていうふうに言われています。江戸のものがやっぱりこう国元では珍しかったので、本だったり、あとは武官っていうふうに言われている大名の一覧表みたいなものがあるんですけど、そういうものをこうお土産として、国元に帰る時に持ち帰ったりということが記録には書かれています。福井から江戸まで14日ほどかかった参勤交代、国元に家族を残し藩主に随行して江戸で仕事をしていた金盤武士といえば、こちらにいらっしゃるのは福井市役所の職員で東京に赴任されている皆さんです。単身赴任の方いらっしゃいますか。はい。あなたを令和の江戸詰め金盤武士に認定させていただきます。ちょっとお聞きしますが、帰省土産に喜ばれる東京名物は何でしょう。子供からお年寄りまでですと東京バナナですね。東京バナナいいですよね。じゃあ福井の名物で東京の方に受けがいいお土産は。これ羽二重餅です。
私は塩にかな。さつきがせも美味しいしな。今なら水羊羹やろ。やっぱり美味しい日本酒じゃない？これ、ハブタイ餅です。ハブタイ餅、いいですね。私も食べてみたいです。ちなみに、年に何回ぐらい帰省されますか？1、2回ですかね。やっぱり東京と福井がもっと近かったらいいですよね。そうですね。ただ、2024年春に北陸新幹線福井開業となりまして、乗り継ぎなしで3時間を切るんです。そうなんですか。じゃあこれからはもっと気軽に帰省できますね。そうですね。江戸時代、参勤交代で14日かかっていた東京福井間、北陸新幹線が伸びれば2時間53分に。福井がますます近くなります。友田理子さん、千代田区の皆さんに福井の魅力を紹介してください。はい、こんにちは、友田理子です。本日は福井市の名所や食について地元出身の私の目を通してご覧いただければなと思います。では行ってみましょう。今から陽光館庭園に向かいたいと思います。大体福井駅からやと車で5分、歩いて徒歩10分ぐらいのところにあります。江戸時代は福井藩主の松平家の別邸やったらしくて、すごい歴史ある庭園なんやって。私も実はね、初めて行くんでめっちゃ楽しみなんやって。インスタグラムとか SNS ではちょこちょこ見たことあったんやけど、実際この目で見るのが楽しみです。では陽光館庭園に着きました。今から見に行きたいと思います。すごい、またこっちから見るとまた景色が違うの。なんかあっちさっき多分歩いてたと思うんやけど、また景色が違う。わあ、見てー、もうめっちゃ綺麗よ。またここのお部屋から入った時の景色が、最初バッて見た時うわーってなったもん。昔の人の気持ちになった気分よ。もう畳はもう日本人でよかったと思えるもん。めっちゃ気持ちいい。隣に福井市郷土歴史博物館があるで、もっと歴史を知りたい方はぜひ行ってみての。では今から朝倉市遺跡に向かいたいと思います。福井駅からバスが出てるらしい。陽光館庭園からはね、車で約20分ぐらいかかります。多分みんなもさ、歴史で習ってると思うんやけど、応仁の乱の時期から織田信長が滅ぼされるまで103年間もの間、越前の国が中心で栄えてたんやって。1967年に国の発掘調査が始まって、ここで国の特別史跡、重要文化財、特別名勝30に指定されてる、すごい貴重なところらしいんやって。私さ、それ初めて知ってさ、金閣寺、銀閣寺とか6つしかない中の一つらしいんやって。すごくないそれ。私初めて知った。はい、こちら一条谷朝倉親戚に来ました。今からこの街並みを歩いていきたいと思います。おー、この街並みがいいね。もう私の好きな景色はね、この山と空とこの街並みのこの組み合わせがすごい、もうタイムスリップしたみたい。綺麗。小学校の時に一回社会科見学で行ったことあって、大人になっても一回行ったんやけど、なんか大人になってからまたなんか見るところが違うというか、また感じるところがまた違って、大人になってまた楽しみ方が変わってきた。この土地の中にフォトスポットとかもあって、夏は、あ、今聞こえる音、風鈴が飾ってあったりとか、和傘があって、またそういうところもね、あの若い世代の方にもすごい人気で、ここもめっちゃ可愛いよ。ここです。ちょっと今日風が強いな。ここもフォトスポットでめっちゃ綺麗なんやって。ここで立ってパシャーみたいな、めっちゃいいと思う。めっちゃ涼しげじゃない？気持ちいい。
そう、前夏はね風鈴だけやったの。ぜひ皆さんも記念撮影するときは門のところも素敵やし、この中の中入ってこの和傘スペースがあるのでここでも撮ってみてください。福井市内の飲食店林さんです。お邪魔したい。ではここからは福井の食を紹介していきます。こちら越前そばです。普通はおそばってこうやってつけて食べる人って多いと思うんやけど、福井の越前おろしそばはこのつゆをもうおそばにそのままぶっかけて、で辛みの効いた大根を一緒にもうズズッとすするのが福井の越前おろしそばの食べ方です。もう辛み大根とそばとそばの食感がもう本当に美味しいやって、もうみんなも食べてほしい。ではおそばもいただきます。大根が効いてる。おいしい。辛味大根が効いてるのがやっぱり私は大好きです。はい、ではソースカツ丼来ました。カツ丼といえばさ、卵とちカツ丼を思い浮かべる人が多いと思うんやけど、福井県民はもうカツ丼といえば絶対にソースカツ丼なんやって。見てほしい。大きくて食べやすいんやって。このソースも あのこってりしてなくてあっさりでもパクパク食べれてまうの。いただきます。いやー、美味しそう。このつゆダクダクのご飯が最高です。見て、福井の冬の味覚といえばやっぱり越前ガニやお。すごくない？でかい。福井の人はもう親戚の人で集まって、もうみんなでも黙ってカニを囲んでカニを食べるっていう、もう福井県民ならではの冬の過ごし方なんやけど、もうすごい迫力じゃない？でかーい。おいしそう。このラベルが越前ガニのシンボルです。いただきます。おいしすぎる。おいしい。いかがだったでしょうか。福井市の観光や食についてご紹介させていただきました。今年の3月26日から4月10日にかけて福井桜祭りが開催予定です。桜にまつわるイベントが各所開催されます。特に市内を流れる諏訪川の桜並木がライトアップされ、夜桜も楽しめます。2024年に北陸新幹線開業を控えた福井市にぜひお越しください。越前ガニ美味しそうですね。北陸新幹線が福井まで伸びたら早速食べに行きますね。福井藩の上屋敷があったこの辺りは今大きく変わろうとしています。進行中の東京駅前常盤橋プロジェクトによって誕生する新しい町、東京トーチ。そのメインタワーとして高さ390メートル、日本一の高層ビルとなるトーチタワーが2027年に完成予定。これからの常盤橋エリアにご期待ください。はい、この番組は千代田区のケーブルテレビで放送されたものです。これを機に千代田区とのつながりも深まればいいですね。私も東京に行った時はぜひ常盤橋に行ってみたいと思います。